リゼ教官の接客訓練。私たちが立派な店員になるように特訓していくコーナーです。今回からリスナーの皆さんから届いたアイディアを元にやっていきたいと思います。はい。そしてなんと、今日から、この回からですね、あのクリアできたらいいお店のスイーツが食べられるご褒美付き来たになりました。来たね。前回はねメニュー覚えるっていうので、あ、そうそうそう、負けたんだな、でもなんかあんまりねやっぱご褒美ないとさ、そうなんか手順上がらないっていうか、そうだね、なんかねっていう風なことを言っていたら、なんとなんと今回ですね目の前にありますよ。前回言っていたケルフェボンのいちごタルトと梨のタルト、和梨のタルトの2種類がありまして、クリアできた人は食べられるんだって。2人食べるには2人クリアすれば2人食べられる、そういう感じ。そう一緒に協力しようみたいなのじゃなくて、なんかの話によると、だからいのりちゃんだけがクリアしたら私食べられないし、私だけクリアしたらいのりちゃん食べられないから、そう不仲になる可能性が第3回目にして食べた方のテンションと食べなかったテンションがエンディングで違う。今後のねあのコーナーになんか響くかもしれない。やめてよ。しかも2人ともクリアできなかったら作家さんが目の前で美味しくいただくらしいよ。やだ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 、そんなのやだ、絶対取ろう絶対取ろう、まあね早速今回のじゃあお題を紹介したいと思います、こちらアプテルさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。ラジオ放送そしてアニメ2期の開始おめでとうございます。ありがとう。1期から楽しく見ていました。2015年の残り3ヶ月はごちうさを楽しみながら過ごせそうです。さて早速ですが早口言葉に挑戦していただいてもよろしいでしょうか。嫌です。お断りします。お断りです。ラビットハウスでは様々なメニューがあります。店員とあればいただいた注文はミスなくかつ正確に発生する必要があります。そこで円滑に話す練習ということで早口言葉を用意しました。こちら読みますよ。ピッピーピョンピョンミピョンピョン合わせてピョンピョン、え、ちょっと待って、ピッピーピョンまだですよね。これまだ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 例題ピッピーピョンピョンミピョンピョン合わせてピョンピョンムピョンピョンと青ティーカップ赤ティーカップアキキティーカップ、えあと新人歌手新春シャンソン賞うわーの嫌い。これを3回ずつ全部言えたら、全部言えたら3回ずつ、そんなことある、3回ずつ今1回なら言えると思ったのに。でもさこれさ333ってこと、333はあ、早口言葉しかもなんか1回ずつ交互だって、のりちゃんが1回言ったら、やだ、え、どういうこと、私がティッピンピンえティッピーピョンピョンミピョンピョン終わったらのりちゃんが私がティッピーピョンピョンミピョンピョンって言うののを6回やるの。うわきつっ全部で9回言うの、わあもうこれどうしよう。これでもねちょっと日頃の滑舌を、青ティーカップ赤ティーカップキティーカップ、これさ最後やだ、新歌手新春シャンソン賞、これだって作家さんが足してるもん。そうさっきこれ言えないっすねって言ったら作家さんが書き始めて、じゃあこれ足しましょうそんなあるかい、あるかい、言えないって言ったのに、ほんとこれ苦手なんだよね、まあ、じゃあそれ書きますドエスドエスこのラジオゆるふわではない、ほんとですよじゃあ早速どっちが先に言うかじゃんけんで、じゃんけん先行ってことね。最初